来たー、やった久しぶりの三口、もう久しぶりの三口コンロ、もう会いたかったもん、会いたかった、超嬉しい会いたかったって感じですね。はい、ミリミリランド、こちらクナウスのトレーラー見ていきます。はい、ドイツからの輸入車です。はい、こちらトレーラーです。スポーツ、クヌーススポーツ、はい、スポーツのシルバーセレクションということです。今ね、ちょっと電源落としてますね。で、これがね、かわいいんですけど、ツバメだと思います。うん、ツバメのマーク、モチーフになって、で、こちらね、ニューモデルって書いてあります。で、牽引免許は必要です。これだけの大きさになったらね、これでしょ。で、ね、だいたい400万前後ってことですね。あ、電気消えちゃいましたね。ドイツでも人気のね、車種ですね、ここのクナウスさんは。ドイツのね、あのキャラバンサロンでも、そう、すごい見えた。クナウスのトレーラーだってね、結構ね、大きな窓がしっかりいっぱいついてます。今ね、このウィンカーでもすごいかっこいい、かっこいい、これ宇宙人みたい、なんかエイリアンみたいな。確かに宇宙人っぽい感じしますね。かっこいいです。はい、でこちらが外部電源取るところと、しっかり3つもついてます。窓がいっぱいです。で、本当にシンプルな感じですね。で、こちらでもスポーツシルバーセレクションと書いてあります。いいですか、撮りますね。すごい、いっぱい窓があって、なんか明るそうですね。こちらインディアナ RV さんの出店です。見て、このインディアナさんのところはいっぱいね、トレーラーあるので、ぜひね、トレーラー興味ある方はインディアナさんのところ来たらいいんじゃないかなと思います。みるみるランド、はい、こちらクナース、ドイツからの輸入車です。車両名がスポーツ 500EU シルバーセレクションです。就寝定員が5名、車両重量が 1240kg です。全長が 7.3m、 幅が 2.3m、 高さが 2.5m です。お値段が405万円です。はい、では中入っていきたいと思います。ちょっと上りが、お、クナウスのシルバーセレクション、スポーツシルバーセレクション、中広いです、はい、ね、ここはね、ほんとツインベッドなんですけど、すごい広いね。でね、このツインベッドはキングサイズに展開できるそうです、はい、で、今ダーブつけましたけど、ここに収納もすごいいっぱいある、ね、いっぱいある。でぐるっと収納 でここに、ね、テレビもついてるので、寝ながらテレビを見るし、あ、そっちのリビングルームからもね、テレビ見れますね。見れますね、うん、すごいすごい、はい、これはいい、めっちゃかっこいいです。で、こっちの収納からいきます。はい、見てください、ここダダーンと、そう、収納がね、鎮座増しております。スリムな収納、そう、スリムな収納。そしてこちらがデデン、トイレ、トイレシャワールームってことで、結構ね、収納もちゃんとしてますね、ここは。お邪魔します。ここですね、はい、こんな感じで収納もあって、で、ここまでね、しっかりこうくるってなるので、中がね、あの、他に飛び散らないようになってると、高級ですね。そう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 、この窓があるのと、上で換気があって、大きな鏡もついております。これは高級ですね、すごいな。できますよ、なんか久しぶりだから超嬉しいんですけど、いきますよ、はい、でで、来たー、やった、久しぶりの三口、もう久しぶりの三口コンロ、もう会いたかったもん、会いたかった、超嬉しい、会いたかったって感じですね。はい、ノリノリになっちゃいます。これでシンクも大きいし、前にはちゃんと窓もあるし、大きなこちらの収納スペースもあるし、やっぱキッチンいいですね、すごいテンション上がりますね。でね、ここに仕切りがあるので、ちゃんとね、ベッドルームがここで仕切られるようになっております。
ちょっと開けていいですか。もうちょっと久しぶりだからさ、すごい嬉しい。白でかっこいいし、中でかなり大きな冷蔵庫と冷凍庫もついてます。で、ここ、はい、カトラリーと、うん、ここら辺ガスですね。はい。で、ここは下から、あ、下はね、こうパカッて開けるタイプで、こっちは引き出しのタイプですね。はい、嬉しい。じゃあ今度は、はい、こっち側行ってみましょう。で、こっちがリビングスペースになってます。やっぱり上がね、収納がいっぱい。全部収納。ちょっと1個開けてみます。はい。なんて簡単に開きますね。すごい静かに。しかも、結構広い。広いですね。ね、上にここがね、窓開くんですよ。あー、本当だ。出た出た。星空とかね、みんなすごい。換気もできるし、星空も見えるし、間接照明は綺麗だし、ヒールエキスっております。この TV セットはダブルベッドに展開できました。そう、それがいいですよね。どでも寝れる。そう、広い広い。これ見れるかな。クローゼット。あ、本当な、クローゼット。しっかりね、いっぱいロングコートとかもかけられそうなクローゼットですね。下がエアコンになってますね。ですね、これ大事。でね、はい、ここにもなんかハンガーフックがある。はい、ここをかけられます。かけられますね。っていうね、広々とした、あとそういうコーナーとかにもね、いろいろなんか。あ、そうですね。おしゃれに。はい。これなので、おしゃれにいろいろ。おしゃれな空間です。いい。ムルムルランド。はい、こちらクナウスのトレーラー、スポーツ 500EU シルバーセレクションなんですけども、インディアナ RV さんのですねホームページの方にいろいろ詳しく書かれています。で、こちらですねクナウスなんですけども、去年ドイツのキャラバンサロンっていうね、あの世界最大規模と言われているキャンピングカーの展示会に行ったら、このクナウスのトレーラーすごいたくさん止まってました。なのでですね、まあ、ドイツではクナウスかなり有名なメーカーなのかなというふうに思います。で、そんなドイツクナウスのスペシャルモデルシルバーセレクション、室内レイアウトは人気ナンバーワンのツインベッドを配置してますよということですね。で、グレードアップした室内外装、充実の装備ということで、こちらはですね牽引免許が必要です。で、5人就寝のトレーラーになってます。はい。で、見た目ねすごいね、あのスポーツということなのでスポーティーな外観ですよね。で、インテリアなんですけども、インテリアが本当にもうね、あの高級ホテルのような、はい、ベッドスペースなんですけど、こんな感じ、高級ホテルですよね。で、上にですねこの収納があってですね、この周りにもですねあるので、かなり荷物はたくさん詰めるかなと思います。で、これあのベッドなんですけど、真ん中にこのマットを入れることによってキングサイズにもなります。かなり広々としたベッドスペースになりますね。なので、まあ、大人2人寝てもいいし、真ん中に子供とかでもいいしね、はい、広々としたベッドスペースになってます。で、あとは、こんな感じでですねカーテンで、室内空間間仕切りすることもできますよと。で、あとはキッチンですね、はい、この豪華なキッチンなので、料理とかねする人は本当にもう快適にいろんな料理ができると思います。しかもここ三つ口コンロですからね。で、上にも収納あるから、ここにねいろんな食料とか調味料とか、まあ、ここのね引き出し収納とかもあるので、まあ、いろいろ本当にあの食材とか調味料とかたくさん積むことができるんじゃないかなと。で、あとこの調理台、ここも広いので、本当にゆったりとねいろんな調理することができると思います。はい、で、引き出し収納ですね、カトラリーを入れたりだとか食材、調味料、いろんなものですね入れておくこともできますよと。で、あと、冷蔵庫ですね、冷蔵庫も大きい冷蔵庫があるので、食材あと飲み物とかですね冷やしておくことができます。はい。で、あとこちらですね、これはマルチルームになってますが、まあ、ここにねこのポールもあるので、ハンガー吊るしておくこともできます。クローゼットとしても使えるし、まあ、いろんなね、マルチルーム、荷物を入れたりとかっていう使い方もできます。はい。あと天井を見るとですね、こんな感じで、換気するスペースもあります。で、あと、テレビはオプションですって書いてありますね。で、この空間ですよ、このベッドスペースから見てるとこですけど、リビング
ベッドスペースからこちらのリビング空間見てる感じですけども広いんですよね。ここがキッチンでしょ、でここがシャワールームがあって奥がリビングになってると、この高級感、室内、この高級な室内空間いいですね。でこんな感じでですね、テーブルクロスとかクッションとか置くと本当にもう雰囲気出ますよね。はい、でここもですねベッド展開して、ここにも、寝ることができます。でベッド展開すると、はい、こんな感じですね。ここに、マットボンボンってはめ込むことによってベッドができますと。でこちらのベッドサイズ 1980×1370 ということなので、これ結構ね広々とした、だから大人が、2人寝れますよね。トイレも割とね広いですよね。スペースが広いですし、洗面もありますし、で、シャワーもついてるのでシャワールームとしても使えます。でこの間接照明がすごいおしゃれですよね。でもちろん換気もあるので湿気がこもることもないと。であとですね、まあいろいろ細かい、ことについてはこちらのですねホームページの方に書かれてますので、気になる方はいろいろチェックしてみてください。で、V エディションとかですね、 V エディションプレミアム装備、まあ、このどっちを選ぶかによって何がついてくるかとかいろいろ変わってきます。はい、で価格もですね、それぞれ変わってきますね。でオプションもね本当にいろんなオプションがあるので、この中からどれがいいかなとかね、もうそういうのを考える時間も楽しいですよね。これ必要かなとか、これはいらないかなとか、もし分かんないときはね、実際に相談していろいろですね、どれが必要かどれがいらないか、自分の生活スタイルとか使用スタイルとか考えながら相談してみるのもいいのかなというふうに思いますので、興味ある方はですねぜひこちらインディアナ RV さんのこちらのページをチェックしてみてください。